ジョルジーニョ、または、ジョルジーニョ・インティマこと、ジョルジェ・フェルナンド・バルボーサ・インティマは、ギニア・ビサウのサッカー選手。ギニア・ビサウ代表。ポジションは FW。ビサウ出身。17歳の時に、マンチェスター・シティ・ EDS に加入した。2015年7月7日に1年の契約延長をしたものの、トップチームでの出場機会は得られなかった。 2016年初めの冬の遺跡市場が閉まる直前に FC アローカに3年半契約で遺跡。2月7日のプリメーラリーガでマテウスに代わって投入されプロ初出場。12月17日の試合では自身初のハットトリックを達成した。2017年初めの冬の遺跡市場でリーグアンの &AS サンティティエンヌに期限付き遺跡。 同年夏に完全移籍したが、即座に GD、シャベスに期限付き移籍した。2018年6月19日に PFC クスカ、ソフィアに1シーズンの期限付き移籍。翌2019年に PFC リュドゴレツラズグラドに完全移籍。アンダー代表としては、ポルトガル代表として、出場経歴があり、U-19 代表として UEFAU-19。 欧州選手権2014に参加3試合に出場し、うち決勝戦にも8分だけではあるが出場し、準優勝となった。2018年3月22日に行われたブルキナファソ代表との親善試合にギニアビサウ代表として出場。同年10月のアフリカネーションズカップ2019予選、グループ K のザンビア代表戦に出場したため、 A 代表はギニアビサウを選択したこととなった。2019年11月13日に行われたアフリカネーションズカップ2021予選グループ I の S 脇に代表戦で代表初得点を記録。ありがとうございます。